1872年頃の磯地区。修正館事業に関連する建物が多く見える。修正館事業は、薩摩藩第28代当主、島津成明によって起こされた、アジア初の近代的西洋式工場群を指す。島津成明が修正館事業を開始するに至るまでの時代背景として、その当時、中国でのアヘン戦争などで、イギリス、 フランスなどのヨーロッパ諸国がアジア各地で植民地化を進めていたことが挙げられる。アヘン戦争については、東洋一の大国であった新国が敗戦して植民地化されていったことに日本人はかなりの衝撃を受けるとともに次に狙われるのは日本かもしれないという危機感を強く感じていた。そのアヘン戦争前後から当時薩摩藩の支配下にあった琉球へ、 異国船がたびたび来航するようになっており、それらは地区一琉球から薩摩藩へ報告されていた。島津成明が藩主に就任する1851年には、しきりに異国船が琉球に。そうした時代状況の中で藩主就任前の島津成明は、日本の植民地化を有慮して、軍事力強化の重要性を唱え、布国強兵。 食産工業をスローガンに反省改革を主張していたが、藩内では資金がかかりすぎることが問題視され、財政再建論と不国共兵論で反論が二分される状況となって、藩主交代の際のお家騒動に発展した。このお家騒動を経て1851年に薩摩藩主に就任した島津成明は藩主に就任するや、それまで長年温めていた。 中世管事業の計画に着手し、現在の鹿児島市祖地区を中心として、近代洋式工場群の建設に取り掛かった。特に製鉄、造船、防石に力を注ぎ、大砲製造から洋式保船の建造、武器弾薬から食品製造、ガス灯の実験など幅広い事業を展開した。この当時佐賀藩など日本各地で近代工業化が進められていたが、 島津成明の修正官事業は、軍事力の増大だけではなく、植産。1858年に成明が亡くなった後、島津成明をはじめとする保守派の復権などから、修正官事業は一時縮小され、1863年の撮影戦争で消失したが、その後急接近したイギリスの協力のもと再興され、修正官機械工場や、 日本初の宝石工場である鹿児島宝石所などの洋式宝石工場が建設され、日本国の近代化に貢献した。鹿児島市内における産資産の配置図修正管事業のうち、製鉄、造船に関わる機械工場、反射ロアトなど産資産が、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業として、世界文化遺産に登録されている。 ありがとうございます。